皆さんこんにちは。ニールセレクトショップの玉井と言います。私たちはインターネットで腕時計の販売をしています。このニールチャンネルでは腕時計の良さとか、使い方とか、それからつけた時の楽しさなんかを皆さんにお伝えできたらいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。今日はですね、こちら並べてますけれども、ガーミンですね。あの GPS 搭載したスマートウォッチですね。このガーミンを使って、健康管理とか、あとはそのパフォーマンスの向上であるとか、そういうことをどういうふうにして日々見ていったらいいのかっていうことを少しご説明したいと思います。最後までよろしくお願いします。はい、では実際にどんなふうに使っていくのかっていうのを一緒に見ていきたいと思います。このエンデューロっていうモデルを使って説明していきたいと思います。まずウォッチフェイスなんですけども、だいたいデフォルトでこういう感じのフェイスになっています。左上からバッテリー、それから真ん中コードですね。で、日の入りの時間が出てますね。5時8分。で、時刻が真ん中に出て、エンデューロであれば、デュアルパワーで光発電するので、その光発電の経緯、こんな風に発電してますよっていうのが出てます。まあ、いろんなウォッチフェイス変更できるんで、一回そこ、まずやってみたいと思います。設定画面開いて、このウォッチフェイスを選択して、なら、いろんなウォッチフェイスが出てきます。デフォルトでだいたいこういう感じのシンプルなフェイスは入ってるんですけど、ガーミンコネクトの IQ ストアで無料でいろんなウォッチフェイス置いてますね。こんなんとか、コンデンツがリッチでいいですよね。私これ使ってますけど、こうやって生きようとするとこのフェイスに変わります。これだとコードとか、あとハートレート、心拍なんかも出てますよね。上に行くと、ここはあれですか、万歩計というか何歩歩いたかですね。で、これがどのくらいの距離歩いたか、で一番上には通知ですね、 LINE とかの通知が来ています。はい、では日々のデータなんですけれども、ウォッチの方でもウィジェットを使っていろいろな情報を見れるんで、それを見ていきたいと思います。この下のボタンを押すとウィジェットが出てきますね。まずはソーラー、こんな感じで今充電が進んでますよというのが出てきます。で、天気ですね。今日の天気っていうのが出てきますし、あとは日の出、日の入りの時間ですね。あと ABC ということでコンパス、これ、まあ方位と、これ方位ちょっと動きますね、動かすと。あとは高度が出てます。で、これは運動ですね。どのぐらい運動したかっていうのが出てますね。非常に良いって書かれてますね。トレーニングステータス、今日は運動してないので、今日の運動は出てないですね。前回のアクティビティ、前回運動どこでしたんやってことで、8キロ走ったりとか出てますね。あとはステップ数とか、心拍ですね。で、血中酸素濃度、これ最近始まったデータですね。で、カレンダー、予定入れておけばここに出てくるって感じ。あとは通知。で、これは音楽か。音楽ですね。米津玄師の音楽出てますね。このウィジェットもいろいろ変更できるんですけど、こんなデフォルトではだいたいこういう感じで出てます。で、まあ健康管理で大事なところといえば、まずはこの辺の運動とか、これ VO2MAX っていうのが表示されます。これ非常に良いということになってますけども、日曜日に運動した時の計測した VO2MAX47 っていうことが出てます。これ頑張って運動すればするほど、どんどん数値上がっていきますし、サボればサボるほど数値は下がっていくと。毎日毎日ちゃんと運動してると、ここに折れ線グラフが出てくるようになってます。1週間の負荷、こんな感じだったよってことが細かく見れますね。こういう低強度有酸素の運動がちょっと不足してるよというのが出てきたりとするので、こういうのを見ながら、今度は低強度の有酸素運動、例えば LSD とか、長くゆっくり走るとか、長くゆっくりバイクこぐとか、そういうのをちょっと取り入れた方がいいのかなみたいな指標になりますね。で、リカバリー29時間、睡眠不足みたいですね。睡眠不足なんで29時間ぐらいちょっとリカバリーしてくださいよみたいなことであるとか、暑熱適応は今 2% マイナスですというのが出てますね。これ暑いと VO2MAX 下がりがちなんで、それをこれで暑さを見ながら適用させているという。で、前回のアクティビティ、これ8キロ、トレッドミルで走ってますけども、これの詳細データもここで見ることができます。
タイムとかペース、あとは距離ですか。で、これ履歴ですね。過去の履歴。日曜日泳いだとか。まあそういうのが、例えば、スイムのデータが出てきますね。みたいな運動の履歴がこうで確認できます。ステップ数もこれ、どのくらい毎日歩いてるかってことが、ここに出てきます。で心拍、これ今の心拍ですね。61、62ってなってますけど。過去の4時間のグラフが出てます。あとは、1日平均ですね。1日平均が7日間でどんなもんか、移り変わりが出てますね。で、血中酸素濃度。こちら。ここから血中酸素濃度見ようと入ると、そこで測定が始まります。今測定中になってますね。安静にしろって言われて、今測定中です。自動でも測定してるし、手動でこういう感じで測定もできます。で、たった今出ましたね。96% ですね。血中酸素濃度。まあ、これずっとモニターされてて、グラフずっと出てるんで、どんな感じの履歴になってるかっていうのも確認で、これ過去24時間分ですね。で、これですね、ここがまあすごくいいなと思うんですけど、ストレスがどのぐらいかかってるかっていうのが、わかります。過去4時間でストレスがどのくらいかかってるか。今はちょっと低い状態になってますね。24、もうこれ休息、今休憩中みたいになってますね。動画撮影中なんですぐ休憩してるみたいな、リラックスした状態ということになってます。これはまだ1週間平均ですね。すごくいいなと思っているのが、この、まあ、ボディバッテリーですね。はい。こちら、睡眠をするとプラスなり、で、活動するとマイナスになっていくと。自分の中にバッテリーがどのくらいあるかっていうのを表示してます。今、プラス32のマイナス14ってことですね。睡眠で32プラスになったけど、活動で14マイナスになってるよというのがここでわかります。で、呼吸数ですね。1分間の呼吸、何回呼吸してるかみたいなことがここで表示できます。で、睡眠。で、ちょっとなんかコメントついてますね。時間が短く質の高い睡眠っていうふうに書いてますけど、睡眠の質、まあ悪いって書いてますけどね。で、睡眠もこういう感じで、レム睡眠とか、どのぐらい深い睡眠があったかっていうことが表示されます。こんな感じでデータでも出ますね。あまり良くないこと書いてますね。まあこんな感じで時計でもいろんな情報がここで得ることができるようになってます。もちろんスマートウォッチなんでスマホにつなぐんで見ていきましょうか。こちらスマホの画面ですね。一番上に睡眠、さっきも見ましたけど睡眠が出てますね。これ開いてみると今日の睡眠というのが出ます。ここにしっかり時計よりも詳しく評価が出てますし、かなり詳しく見れますね。で、昨日どうやったんやとか、昨日も悪いですね。一昨日どうやったんやとか、いうことがわかります。これ当然のことですけれども、寝てる間も時計を腕にしてるから、これ出てるわけです。心拍とか呼吸とかを時計の方で計測して、睡眠の質というのを出してます。体の状態を知ろうと思ったら、起きてる時も寝てる時も、ずっと時計つけておくことが望ましいですね。で、7日間平均っていうのはこういうふうな感じで見れて、いい時もあれば、昨日とか、一昨日すごく良くないですね、睡眠の質が。みたいなことがわかります。で、今ちょっと腕時計外しちゃってるんで、出てないですけども、この心拍。今日の心拍がこういう感じで出ますね。最大と安静時と。で、これも昨日の心拍とかも出ます。これ昨日の心拍ですね。で、この高いところ、下に走ってるマーク出てますけど、このジョギングした時はちょっと心拍が高くなってると。で、このジョギング、どんなジョギングやったんやってことがこの下に表示されてるんで、これクリックすると、そのジョギングの状態、こんな運動でしてるっていうのがまたここで表示されると。これトレッドミルの運動ですけども、まあ、平均ペースどうやとか、まあ、こういうことも全てデータとして、これペースですね。とか、心拍の状態、心拍どんな感じ、トレーニング効果とか、ピッチ、気温、で心拍ゾーンとか、こういうのが全て出るようになってます。はい。で心拍もこの7日間の平均が出ますね。安静時と最大心拍がこんな風に変化してるよということがわかります。で、ボディバッテリーですね、これ。今日のボディバッテリー。睡眠で32ポイント増加したけど、今14消費してますよということですね。
ちょっと疲れてるみたいで、今日はスケジュールに休息を組み込みエネルギーを回復してくださいみたいに出ています。このストレスレベルをポチッと押すと、ストレスレベルとこうあのボディバッテリーのグラフ重ね合わせを見ることができます。下降線が入ってくると、ちょうど4時5時ぐらいからですか、目覚めて5時ぐらいから、あのストレスがかかればかかるほどボディバッテリーがなくなっていくというのがよくわかりますね。これ重ねると、でこれ昨日の状態とかも見ることができます。昨日はもう使い切ってしまいましたと、36プラスしたけど61使ったって感じですね。でここ昨日の運動出てますけど、緑のやつ運動ですね。運動するとすごくやっぱりバッテリー使うっていうのがよくわかりますね。ストレスレベルと重ねてみましょうか。もう一回、まあ、こういう感じです。夜寝る前にすごくストレスかかってますね。ボディバッテリーもあの7日間の平均どんな感じで推移したかっていうのを見ることができます。でストレスレベルですね、これ今日今35ですけれども、昨日どうやったんやとか33とか、まあ、大体このぐらいで推移するのかな、20とかで7日間平均どうやみたいなこともこうやって見ることができます。このカロリーインアウトっていうのがあるんですけども、マイフィットネスパルっていうソフト MFP っていうんですけども、こちらの方に何を食べたかみたいなことを登録しておくと実際にきちんと出ます。私ちょっとサボテでやってないんですけど、ガーミンの方では摂取したカロリーっていうのは全然わかんないので、それをマイフィットネスパルに入れてあげると、で消費者カロリーっていうのはガーミンの方で把握してるんで、それがここで表示されるようになります。ここに睡眠出てますね。今日の睡眠こんな感じだったよということで、血中酸素もここ出てますね。で水位こんな感じですよと、これまたあのここに重ね合わせることができるね、動きとか呼吸数とか重ね合わせて、血中酸素と動きとか血中酸素と呼吸がどういうふうに変化してるかっていうことが見ることができます。これ呼吸数ですね。ガーミンをできるだけずっとつけとくことで今の健康状態っていうのが分かるし、リカバリーにどのくらいの時間が必要なのかってことも分かります。ストレスもチェックできて、で一番いい状態で運動してパフォーマンスを高めていくということが可能になりますね。今腕につけたんで心拍出ましたね。ここでずっとあの心拍モニターされてます。今現在ですね、中入ると履歴ですね、今までどういう風な感じになってたかということが出ます。はい、こんな感じになります。今日はですね、ガーミンを使ってどんな風に健康管理したりとかパフォーマンスを向上していったらいいのかということを少しご説明させていただきました。他にもですね、こんな時計紹介してほしいとか、この使い方教えてほしいとか、そういうことがあればコメント欄にお書き込みくださいましたら、私たちまたそういう動画も作っていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。あと高評価ボタンとチャンネル登録もできたらお願いしたいなと思っています。今日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。ではまたお会いしましょう。さよなら。ボディバッテリーですね、これもすごくいい機能だなと。着信、もしもし、これあの通知です。これはちょっと見せられへんな。ちょっと心拍低いな。 OK。